フラーは、アメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻艦名は、ベローウッドの戦いで戦死したエドワード・フラー、海兵隊隊員にちなむ。フラーは1918年7月4日に、カリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で、寄港する。1918年12月5日にグラダス、サリバンによって浸水し、 1920年2月28日に、艦長、R.E. ロジャース少佐の指揮下収益する。ハワイ諸島への短期巡航後、フラーは母校のカリフォルニア州サンディエゴに1920年4月28日、到着した。その後直ちにカリフォルニアからオレゴンにかけての海岸沿いに太平洋艦隊の駆逐艦と共に訓練を開始した。 1923年2月から3月に、戦闘艦隊に合流し、パナマ運河地帯での艦隊演習を行い、その後サンディエゴ沖で、水雷実験及び対空砲撃訓練を行った。1923年7月、フラーは、文艦隊と共に、北へ向けて、出港、艦隊演習及びピュージェットサウンド海軍交渉での修理に向かった。 サンフランシスコへ帰還途中の9月8日の夜、文艦隊は、ホンダポイントにおいて高校ミスを犯し次々に、座礁した。この事故は、ホンダポイント遭難事件と呼ばれる。フラーの乗員は、全員無事であったが、船体は放棄され、後に2つに折れて沈没した。フラーは1923年10月26日に、退役した。ありがとうございます。